平穏に暮らしていた私たちの村で起きた忍者たちのお話です。待たせたな。おう、来てくれ。おう、大勢集まったな。ああ、下級の呼び立てにしてはよく集まってくれた。そうだな。うん、では各々方、ここにお集まりいただいたのは他ではない、時にして異の国、我らご愛が…待て、忘れていた。忘れていた。大事なことを忘れていた。大事な…ああ…あれか。あれだ、大事なこと。さあ、こんにちは。こんにちは。挨拶を忘れてました。明けましておめでとうございます。
趣味はどうじゃ。手はずどうでしょうか。で、そちらのお方は。俺はグレンの竜だ。グレンの竜。お主たちたった一人で城を焼き払ったという伝説の忍びが、お前たちだけではちょっと心もとなくてな。お言葉ですが、お前たち。何じゃ。我らとてこの刀で飯を切ってきたんです。刀が狐の一匹。我ら二人言えば十分でございましょう。その狐、名は伊豆な。今は抜け荷の竜あるが、かつては玄米一足一の忍術の使い手だった男だ。先生方よ、キツネごときと侮って後で正面漏らすな。何故だ。おい、おわさるか、おわさるか。中田は吉野の時ではない。おい、下がれ下がれ。そうそうそう。で、お前たちは今そこで何をしとったのじゃ。ここにいる村方たちとキツネが現れた時の合図を決めてる。おい、任せてみよう。はっ、絆が出てきましたな。うん、を作ります。これキツネか。キツネです。カツじゃないのか。カツではない、キツネか。はい、それをみんなで作ります。みんなで作る。はい、お願いします。さっきのです。みんなで作る。みんなですよ。みんなで作る。みんなです。後ろも作ってない。やってください。お願いします。やってください。できました。よし、できたね。あそこのお父さん作ってない。お父さん。よし、よし、よし。そしたらね、これを出てきたら、うん、コンコンってやってもらいます。コンコン。コンコンです。コンコン。コンコンです。じゃあ行きますよ。せーの、コンコン。もう一度、コンコン。かきくけ、コンコン。ゆうきりよ、コンコン。あられ、コンコン。ほら、こんな感じです。みんなでやるんだろ。みんなです。大人が言ってなかった。大人もやってください。お願いしますよ。元気な子供の声は良かったです。全員参加やるな。はい、いけるだろ。よーい、いいぞ。よし、次は秋田でしょ。
みんな覚えてるな。コンコンだぞ。コンコンだな。よし、コンコン。もう一回練習するぞ。練習する。せーの。コンコン。よし、いい感じだ。教えてくれよ、頼むぞ。頼む。よし、よし、行こう。よし、行こう。よし。頼むぜ、みんな。準備はいいか。よし、どこでもかかってこい。どこ？後ろ。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 おらんで。もしや気のせい疲れてるから。どこ？後ろ。後ろ。すごい見てね。後ろ。後ろ？でも見てよ。壁しかないよ。行き止まりなんだ。こいつが誰なんだ。来た Bye-bye.
お覚悟召されよ。